京都ゴアール2日2歳新馬芝戦4 0 0 m 出走13頭長島愛美騎手21イコール高橋康が騎乗した6番人気のまなみん、メス、高橋公父母は最下位13着に終わったスタートから息足がつかず頭を上げながら最高峰を追走安城が必死に追うものの 4コーナー手前では集団から大きく離れてしまい、12着場から大差をつけられてゴールした。マナミンという場名に、長島マナミ騎手が騎乗することで話題となり、同騎手はレース前に高橋光、先生からマナミンが入ってくると聞いて、少し恥ずかしさもありましたが、嬉しかったです。名前が一緒で特別感があり、親近感も湧きました。入球当初からどっしりとしていますし、 前向きさ上品さがあります一緒に頑張りたいですと話していた